ロシア軍南部防御へ東部から大量転戦か。東部では住民が畑に放火し抵抗。アメリカ政策研究機関戦争研究所は1日、ロシア軍部隊がウクライナ南部の防御を支えるために東部のドネツク州北部からの移動を続けているとの分析を示した。同州の主要都市スラビャンスクで作戦を当面停止している可能性があるとも指摘した。ロシア軍は南部で反撃態勢を強化するウクライナ軍への対応を迫られ、東部から大量の部隊を転戦させている模様だ。イギリス国防省は1日、兵員の転戦規模は大量だとの認識を示した。ロシア軍が制圧を宣言した南東部マリウポリの市長顧問は1日、ロシア軍が南部ザポリージャ州方面へ大規模な車両を移動させたと投稿した。ウクライナの州当局者は1日、やはりロシア軍が全域制圧を宣言した南部ヘルソン州でこれまでに46集落を奪還したと述べた。反撃はザポリージャ州でも強まっているとみられる。ウクライナの国防省は1日、SNS を通じ、アメリカの高機動ロケット砲システム、ハイマース4基と、ドイツの多連装ロケットシステムが新たに到着したと投稿した。ハイマースはヘルソン州でも、ロシア側の主要補給路への攻撃に使われており、東部、南部ともに攻勢を強める見通しだ。東部では住民のロシア軍への抵抗が広がっている模様だ。マリウポリの市長顧問は1日、穀物畑に火を放ち、軍の修理基地を提唱したと指摘。ルハンスク州知事は7月30日、住民が鉄道の信号などの制御装置を焼き打ちにし、ロシア軍の弾薬輸送に打撃を与えたとしている。アメリカ海軍台湾東方に艦艇4隻を配備。アメリカ海軍は2日、台湾東方のフィリピン海に空母を含む艦艇4隻を配備しているとのことを明らかにした。通常の配備と説明している。関係者によると、ペロシ、アメリカ下院議員は2日夜に台湾を訪問する予定。配備されているのは空母、ロナルド・レーガン、ミサイル巡洋艦アンティータム、駆逐艦ヒギンズ、強襲揚陸艦トリポリ。海軍関係者はロイターに対し、匿名を条件に万一の事態に対応できるが通常の配備だとし、正確な場所についてはコメントできないと述べた。ドネツク州から強制避難開始。南部で53集落奪還。ウクライナのメディアによると、ロシア軍の激しい攻撃が続く東部ドネツク州で2日、住民の強制避難が始まった。ゼレンスキー大統領が7月30日に命じていたもので、ドネツク州を含む東部ドンバス地方にはなお数十万人が残っているとされる。ベレシチューク副首相は2日、避難民を乗せた列車が2日朝、中部クロピブニツキーに到着したことを明らかにした。地元当局などによると、到着したのは130人以上で、大部分が女性や子供、高齢者だった。今後1日おきに避難民用の列車を運行する計画という。ドネツク州では暖房に必要な天然ガスパイプラインがロシア軍に破壊されており、ウクライナ当局は冬が到来する前に強制避難を終えたい意向だ。一方、ロイター通信によると、ロシアが占領する南部ヘルソン州で、ウクライナ軍は2日までに53カ所の集落を奪還した。同州知事が明らかにした。ウクライナ軍は反転攻勢を強めている。国境に終わりなし、ロシア前大統領の SNS にハッキングと説明。カザフスタンは元はロシアの領土、ジョージアは存在しなかった。旧ソ連の国々をこう表現し、
我々の国境に終わりはないとする文章が、ロシアのメドベージェフ前大統領の SNS に投稿され、すぐに消去されたと、ウクライナメディアなどが2日報じた。メドベージェフ氏の補佐官は、アカウントがハッキングされたためと説明。投稿の経緯ははっきりしないままだ。メドベージェフ氏は、国家安全保障会議の副議長を務め、SNS で対外的に強硬な発言をすることで知られている。問題の発端は、ロシアのテレビパーソナリティクセニア・サプチャーク氏の SNS への投稿。同氏が2日未明、メドベージェフ氏の投稿だとする文章のスクリーンショットをテレグラムに転載した。文章は、キエフを解放した後、ルーシは再び統一され、千年前のように無敵になるなどと主張。祖国の国境を回復するため、次の遠征に出よう。我々の国境に終わりはないなどとした。これがロシアの希望的観測。メドベージェフ前大統領が戦後のウクライナ地図を公開。メドベージェフが SNS に投稿した戦後の地図によれば、ウクライナはキーウ州を残して、すべてロシアや周辺国に吸収されることになるという。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の中心として知られるドミトリー・メドベージェフ前大統領が、これが戦後のウクライナとして東ヨーロッパの地図をインターネット上に投稿した。そこではウクライナのかなりの部分がロシア連邦に吸収されていることになっている。ウクライナのニュースサイトウクラインスカ・プラウダによれば、現在はロシア連邦安全保障会議の副議長を務めるメドベージェフは7月26日にメッセージアプリテレグラムの自身のアカウントに問題の地図を投稿。地図は西側の複数のアナリストによって作成されたものだと主張したが、それらのアナリストの名前は明らかにしていない。この地図に示されているウクライナはキーウ州のみで、ドンバス地方を含む大半の地域がロシアの領内に入っている。東部ドンバス地方の他にドニプロ、スーミ、ザポリージャ、ヘルソン、チェルニヒウ、クロピブニツキー、チェルカッスイやミコライウなどの地域もロシアの支配下に入り、さらにオデーサ港もロシア領として示されている。ウクライナは地図から消える可能性と警告。興味深いことに、ピニンツァとチェルニはルーマニアの領域地域として示されており、ウジホロドをはじめとするその他いくつかの地域は、ポーランドとハンガリーの支配下に入っている。そしてなぜかロシアの忠実な盟友であり、ロシアによるウクライナへの侵攻を支持しているベラルーシには、一切の領土の割り当てがない。メドベージェフは地図の投稿に先立ち、現在展開されている出来事の結果として、国家としてのウクライナは地図上から消えるかもしれないと警告していた。メドベージェフはウクライナについて、2014年の政変後の後は国家としての独立性を失い、西側諸国の直接の支配下に入ったと主張。ウクライナ政府は NATO が自分たちの安全を保障してくれていると考えるようになったと指摘している。さらに現在起きている戦闘の結果、ウクライナは国の主権を失い、世界地図から消える可能性があると警告した。ソーシャルメディア上では、この地図について、メドベージェフは、アルコールが原因の認知症だと揶揄する声や、ロシアが他国の土地を盗んでいると非難する声が上がっている。キーウポスト紙のジェイソン・ジェイ・スマート記者は、メドベージェフの地図は、ロシアの計画を予言するものだと指摘した。彼はさらに、ウクライナ東部の親ロシア派組織、ドネツク人民共和国を率いる、デニス・プシリンが、ベラルーシを訪問したことや、キーウ、ルツクと、オデーサを解放すべき時と述べたことについてもツイートした。プシリンは、ベラルーシのブレスト要塞で、第二次大戦時の戦いを称える
献花式に出席し、次のように述べていた。今、再びロシア人が築いたロシアの都市を解放すべき時が来ている。キーウ、チェルニヒウ、ポルタワ、オデーサ、ドニプロ、ハルキウ、ザポリージャとルツクだ。